可愛らしい冠のような形。小麦粉と卵、ラム酒などを使ったフランス発祥の焼き菓子カヌレです。フランス語で溝という意味で、18世紀にワインの名産地ボルドー地方で生まれたと言われています。流行ってたからどんなもんかなと思って、外側はカリカリ、中ふわふわみたいな、こんなところがカヌレの魅力だと思います。食感だと思います。もちもちとカリカリ、ちょっと高級感、おしゃれなところと疲れた時におしゃれなものとしていい気分になって食べるみたいな。店によって味は様々。1990年代後半にブームとなりましたが、ここ数年で再び人気に火がつき始めました。情報誌ポロコの編集長福崎さとみさんにその訳を聞きました。ちょっと小ぶりなのでお土産に持って行きやすくなったりしてるんですよね。やっぱりインスタ映えとかを狙って、可愛らしいの作ってくれているところが増えているのも、ブームのきっかけなのかなと思います。専門店もできる人気のスイーツ、札幌市内で買える人気のカヌレ、3つの店を訪ねてみました。1軒目は連日完売、道産食材の特徴を生かしたカヌレです。あ、ありました、カヌレ。いや、小ぶりで可愛らしいですね。普通のサイズよりは小さいサイズで焼いております。札幌豊平区の菓子工房ケイクデボア、北海道産小麦や乳製品に加え旬のフルーツを使ったケーキが人気です。パリッパリ、カスタードの中はねもっちりというかちょっと溶けるような。当店はですね、道産小麦でも特に粒子の細かいものを使ってるんですよね。それで口どけが良くなってると思います。それでもっちりっていうのは道産小麦の特徴で、もちり感が出てるんだと思います。大量生産できないため数に限りがあり、売り切れることもあるのでご注意ください。さらに個性的なカヌレが、ミシュラン一つ星レストランのカヌレの味とは。札幌でも人気の焼き菓子カヌレ、2軒目はミシュラン一つ星レストランのカヌレです。札幌中央区のフレンチレストラン秋長尾、ミシュランガイド北海道2017特別版で一つ星となりました。コース料理の最後などで出されるのがこちらのカヌレです。バニラとラム酒の風味のプレーンのほか、紅茶風味など4種類、ホワイトチョコとコーヒーチョコは特別な食材を使っているといいます。岩内町の海洋深層水から塩を作って仕上げていることと、まあ、コーヒーで言いますと徳光コーヒーさんから秋長をブレンドしていただいたコーヒーを深入りで使っております。去年からテイクアウトや配送での販売を始めたところ、生産が追いつかないほどの人気となりました。予約限定なので電話やメールでの問い合わせが必要です。そして最後は花の香りとともに華やかな味わいです。こんにちは。あ、入ってすぐお花の世界が広がってますよ。かわいい。札幌中央区一軒家を改装したラ・メゾン・ノーリーズ、青果店とカフェが一体となっていて、花とスイーツの両方を楽しむことができます。こちらのカヌレは花に負けないくらい華やかなんです。お待たせいたしました、ピスタチオのカヌレでございます。すごい、これカヌレですか。そうなんです。隠れてるというか見えない。そうです。コーティングしているのは生クリーム、その上にピスタチオが散りばめられています。すごいカリカリサクサク、でも中は本当もちっとして、すごい、こんなに一つのもので二つの食感が、ピスタチオの香りもしっかりします、はい、生地にも練り込んであるので、結構たっぷりピスタチオを使ってます。本当ですね、はい、
ココアやレモン味をはじめアイスクリームがついたカヌレなどが楽しめます。店によって様々な味が楽しめるカヌレの人気はまだまだ続きそうです。